ホセオーティズ、ホセダニエルオーティズフローレス、ジョゼダニエルオーティスフローレス、1977年6月13日体は、ドミニカ共和国のサントドミンゴ出身の元プロ、野球選手、内野手、外野手。27歳で、オークランドアスレチックスとメジャー契約を結び、高い身体能力は、早くから注目されていた。9月15日にメジャーデビューを果たし、 翌年7月25日に、ジャーメインダイとの交換トレードで、マリオ・エンカーナシオン、トットベリッツと共に、コロラド・ロッキーズに途中移籍すると、同球団で13本塁打を記録した。4月2日の MLB 開幕戦、対シアトル・マリナーズで、一郎のメジャー初打席セカンドゴロを取った。オリックス・ブルー・ウェーブに入団、1年目から33本塁打を記録し、長打の面では、 期待に応えた。3月28日に初打席初本塁打を記録している。5月3日の大西部戦ではサイクル安打を達成している。しかし、得点圏には弱く閉殺打も多かった。また、2類の守備では打球処理が雑で状況判断も悪く失策を連発し、24失策はリーグワーストであった。は この年から監督に就任した、伊原春樹によって一類種に転向した。打撃面では、まずまずの数字を残したものの、18失策と、結局守備難は解消されなかった。1億円を超える高額な年俸、またこの年チームが近鉄と合併するなどの事情も、重なり、同年オフに解雇された。からまでは、アメリカの立リーグのアトランティックリーグに加盟する。 ランカスター・バーン・ストーマーズ・でプレーは、メキシカンリーグのサルティー・オサラペ・メーカーズと契約した6月25日にフリオズレータの故障で右打ちの内野手の補強を目指していた千葉ロッテ・マリーンズに入団。ロッテでは第1号を満塁本塁打で飾るなど勝負強さが向上しており、また、オリックス時代は失格の楽輪を押された2塁の守備も堅実で、 幾度もチームのピンチを救い、厳しい解説で知られる、倉持明に絶賛されるほどであった。シーズンのおおよそ半分の出場ではあったが、この年の失策数はわずかにであった。5月4日、千葉マリンスタジアムでの大西部戦で2塁守備時に、栗山匠が打った12塁間を抜け、ライトが処理しようかという打球にグラブを投げて止めたため、野球規則により安全心塁形を3つ与え3。 ルイラーにしてしてまった。当時、西部のヘッドコーチであった、黒江幸信はこのプレーについて、40年以上の野球人生で見たことがないと発言している。この後、石井義人の犠牲フライにより、失点につながっている。このプレーに関して本人は相当ショックを受け、首脳陣はカウンセリングを受けさせることすら検討した。この、グラブなげつけ事件が話題になってしまったが、二類の 守備自体はこの年も安定していた。内野ならどこでも守れ、チーム事情から一塁や三塁を守ることも多かったが、それらのポジションを増えてとしていた。2007年9月16日の対オリックス戦では、守備機会はなかったが9回裏に遊撃手を守った。一塁や三塁よりも二塁や遊撃手のように敏昇に動き回る、守備の方が得手としていた。 打撃の数字自体は、外国人としてはやや物足りなく、夏場に約1ヶ月戦線離脱したこともあって、規定打席には達しなかったが、この年のロッテ外国人野手の中では一番良い数字を残した。また、この年は一番以外の全打順で、スタメン出場をしたが、故障からの復帰後は2番で起用されることが多かった。他にも、二類走者時に、浅めのレフトフライが上がって、 波の選手ではタッチアップが困難だが三類へタッチアップを成功させるなどを高層類も見られた年だった。12月2日に自由契約公示された後、1月16日に正式に対談が発表、サルティオサラペメーカーズと再契約した。2009年4月17日に松田信弘が開幕戦で右手中指を骨折し、全治2ヶ月と診断され、 チーム編成を再考することを余儀なくされた福岡ソフトバンクホークスへの入団が決まった。開幕ロースター漏れの選手よりも日本球界が分かっている外国人選手の方がいいという会長の王貞春の進言でメキシコリーグでプレーしていたオーティズの獲得が決まったと、日本球界復帰後初出場となる28日の対西部戦で岸高行から初打席初本塁打。 5月8日の大西武戦で、アレックス・グラマンから逆転サヨナラに来本塁打を放った。8月21日の対日本ハム戦では、ダルビッシュ有からに本塁打を放った。ダルビッシュが同じ打者に1試合に本塁打を打たれたのは、入団以来初めてのことだった。この年は、シーズン途中の入団ながら、オリックス時代の2004年以来5年ぶりに規定打席。 および二十本塁打に到達し、ロッテ時代にはやや陰りがあった、長打力が健在であるところを見せた。は、開幕から主に3番を務めて、本塁打、打点とも順調なペースで伸ばしていたが、8月4日の対日本ハム戦で、右膝の半月板を損傷して、登録抹消される。一時は、シーズン絶望とも言われた中で8月末に復帰するが、復帰後は制裁を変えて、 本類打例に終わり、オフには右膝の手術を受けた。は、前年からの右膝に加えて5月には、左太ももを肉離れするなど故障に苦しみ、80試合の出場で打率。215、7本類打、15打点の数字に終わって、シーズン終了後に自由契約となった。は、メキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約したが5月29日に、 解雇され、6月6日に埼玉西部ライオンズへの入団が発表された。入団直後は、少ない調整試合数で調子を上げられず7月13日に一軍登録を抹消されたが、8月5日に再び一軍登録された後は、相手の投手の利き腕に合わせて、クリス・カーターと5番で併用され、カーターの膝の状態が悪化し調子を落としてからは、相手投手の別なく、 5番、一塁手として、先発起用された。同シーズンは、最終的に64試合に出場し、中村剛成、27本、中島博之、13本に次ぐチーム内3位となる9、本塁打を記録した。また8月12日の対日本ハム戦では、パリーグ通算4万5000号となる本塁打を放っている。は、左膝手術のリハビリで出遅れた中村。 オークランドアスレチックスに移籍した中島に代わる主軸打者として期待され開幕から4番を務めたが打率1割台と不審にあえぎ4月11日にライアン・スピリーと入れ替わりで1軍登録を抹消されたスピリーも不審だったことから5月4日に最昇格しセパ交流戦の最初の5試合で10安打を内復調の兆しを見せたが その後は再び打撃不振に陥り5月29日には再度登録抹消された。その後は一軍再登録がないまま6月に入ってスピリーが調子を上げてきたことと膝の故障の影響で前年オフ後に一旦退団していたカーターが再入団したこともあって6月21日に戦力外通告を受けた。2013年12月11日、西部は 編成部国際業務担当として契約したことを発表した。2016年シーズンオフセーブライオンズ編成部国際業務担当を契約満了にて退団。2017年自身が主催するベースボールアカデミーをアメリカ合衆国カリフォルニアにて開講。打撃ではロッテ時代までは内閣への対応に課題を残すプルヒッターだったがソフトバンク移籍後から コンパクトなスイングに変え、右方向へのアンダも増えるようになった。2010年には3番時に21本類が、6番時にはボールコンタクトを意識したバッティングで打率。318を残すなど打順によって、バッティングを変えている。走塁では1塁到達まで4.25秒をマークするなど平均以上のスピードは備えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。